はい、住んで埼玉です。本日はゲストをお呼びしてます。うらパパさんです。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。そしたらうらパパさんから自己紹介をお願いします。はい、私30代のサラリーマン男性でございまして、はい、今都内の IT 企業に勤めています。勤めてると言っても出社は週に1回ぐらいで、あとは浦和周辺でリモートワークをしているという感じです。出身は東京の練馬でして、大学時代は今人気の流山市にずっと住んでて、社会人になってから長野とか福岡とか千葉、東京に、転々として埼玉に落ち着いたということになります。そうなんですね。はい。あれですよね、うらパパさんの奥様が埼玉のご出身ですよね。そうです、埼玉の北の方なんですが、埼玉出身です。で、お子さんが1人、2人ですね。つい何ヶ月か前に下の子が生まれまして、今2人ですね。はい、ありがとうございます。4人家族で浦和で新築マンションを購入して今住んでるという感じですね。はい、そうですね。はい。じゃああれですか、ご結婚されてからの住まい遍歴でいうとどこに住んでたんですか？あ、そうですよ。長野に転勤で長野県に住んでた時に結婚しまして、その後千葉で福岡で関東に戻ってきて埼玉の浦和ということになります。あ、そうなんですね。じゃあ結婚してからも転々としてたんですね。はい、そうですね。はい、ずっと賃貸であちこち転勤してまして、はい、浦和に至ったというところになります。了解しました。あれ、お子さんはどのタイミングで生まれたんですか？あ、福岡で1人目が生まれまして、で埼玉で2人になったという感じです。そうなんですね。はい。じゃあ福岡から関東に戻ってくるってなった時に、はい、浦和を選んだと思うんですね。はい、それはなんかやっぱり奥様の実家とかもろもろ総合的に考えてみたいな感じ？そうなんです。ほぼ浦和一択だったんですが、妻の実家が埼玉の北の方で、うちの実家が出身地で東京の練馬といったんですが、練馬ですので、そのちょうど中間がこの辺りなんですね。浦和、埼玉新都心、大宮あたりが間ぐらいで、中でも浦和、妻もなんか浦和に住みたいというふうに言ってたので、浦和で浦和に来たという感じ。埼玉県民の結構憧れなんでね、浦和って。なるほど。そしたらなんか浦和に住み始めて今2年弱ってことだと思うんですけど、はい、お子さんもできたし、福岡からこっち来た瞬間に家買うっていうことも考えたんですか？そうですね。浦和その一択とは言ったんですが、私その賃貸の家を借りに来た時に30年の人生で初めて浦和駅におりまして。そっか。はい。浦和がいいと言われてもですね、何がいいのかとか、どんな街なのかって全く分からなかったんです。そういうことですね。はい。そこからスタートしてます。まずはちょっと賃貸で1年ぐらい住んでみようっていう前提で浦和に来ました。奥さんはその買うのには乗り気だったんですかね、最初から。そうです。いや、あんまりなんか最初は正直金利のこととか、ローンのこととかも知らなくて、そのちょっと勉強というか調べるところからだったので、あんま乗り切ったわけでもなかったんですけど、はい。じゃあ夫婦ともにまずは浦和に腰据えて賃貸で住んでみるかと。はい。で、どこの地域だと子育てだとか住みやすさがあるのかっていうのをちょっと進みながら見てみようかと。いいですね。なんか何年の何月ぐらいから本格的に家を買おうかなって思ったとか、なんか時系列思い出せる範囲でいいんですけど。はい、最初にそうですね、引っ越してきて賃貸に住み始めたのが2022年の春です。はいはいはい。で、そこから10月ぐらいまで住みながら、家を探していった。で、本格的にじゃあ買おうかなとか、家見に行ってみようかなって思ったのはその10月ですね。半年後ぐらいです。10月ぐらいですね。はい、2022年の10月ぐらいですね。それって10月ぐらいからなんか具体的に行ったアクションっていうとどういうのが挙げられますか？最初は新築のそのマンションを視野にというか買おうと思ってたので、モデルルームの申し込み、見学の申し込みをひたすら入れると。それは浦和エリア限定？あ、そうですね。基本はそうです。浦和エリア限定で見たんですが、たまにちょっと足を伸ばして新都心の方見に行ったりとかまあしましたが、やっぱ浦和かなっていうところで気持ちは浦和にありました。はい、じゃあある程度エリアは絞った上で、まあ、その中でまあ買えるものというか。そうですね、はい、その通りですね。選択肢がもうある程度限られてる中で考えてましたね。うん、そういうことです。で、新築もただそれだと本当に限られてしまうので、新築だけだとそこで住んで埼玉さんの、まあ、フォローをずっとしてたんですけど、はい、中古も選択肢に入るなっていうので、それでいろいろご相談させていただいてたりしたね。それがちょうどだから年末年始前後ぐらいの感じだった気がするんですよ。はい、その通りですね。なので2ヶ月ぐらいで新築とかいろいろ検討して、ローンの勉強とかもして、でちょっと中古を見るかってことで、そうね、依頼いただいて見に行きましたね。そうですね。そうそう、だから中古も浦和駅、まあ浦和エリアでお見せしたのはでも1軒2軒ぐらいですよね。そうですね、2軒。もうここがぜひっていうのを2軒。そうですね、あの時予算でだとまあここですかねみたいな感じでしたね。はい、そうですね、はい。でいろいろ総合的に検討した結果、はい、新築マンションの方に、まあ、しようとして、はい、契約して今住み始めてますって感じと。はい、その通りです。という感じですね。はい、だからそう考えると、まあ、言うて3ヶ月4ヶ月の短期間で決めてはいますからね。そうですね、決心してからはそうですね、3ヶ月4ヶ月で買おうかなと思ってからは7、8ヶ月。あ、確かに、ね、当然浦和人気が増し続けているエリアなんで、はい、その決して安いっていう感じではないと思うんですよ。うんうん、だから決断するのって結構勇気いるなと思ってて。なるほど。なんかそこら辺の時の意思決定のなんか葛藤とか心の揺れ動きみたいなものをなんか聞きたいっす。あ、そうですね。確かにおっしゃる通り、新築を見てても、まあ、これは営業マンのトークかもしれないですけど、今週末同じ部屋に何軒かご覧になる方がいますというふうに、もうほぼそういうふうな言われ方をしてましたし、うん、これはその住んで埼玉さんでご案内いただいた時も、やっぱりなんかそういう人気があるんだろうなっていうのはこう、うん、言葉の端々から感じましたし。もうね、売れちゃったんでね、結局すぐ。ああ、そうですよね。そうですよね。そうやってすぐ売れるんだろうなっていうのは会話してて思いましたし、うん、のでなんか条件がそんなに迷ってるところがないんだったら、決断を早くした方がいいだろうなっていうのはすごいこう自分の中でゴニョゴニョ思いながら決めてました。うん、やっぱり浦和はいい街だっていうのは住みながらご自身でも実感しているからこそ、はい、こういう営業トークがまあ響くというか。そうですね、はい、なんか本当かってそうですね、疑う余地よりもやっぱり自分が住んでて好きになってたので、浦和っていう街が。うんうん、はい、なんでまあ納得はしてましたね、そういう。なるほど。今回ご縁あって買った家に関してなんですけど、はい、いわゆる抽選とかじゃなくて素早く意思決定することによって普通に買えたって感じだったっていう。あ、そうですね、はい、先着順で購入ということでしたので、はい、そうですね。奥さんはどんな感じだったんですか？なんか最後どこを重視して選んだとか。あ、妻は私と違って出勤で、妻も仕事してるんですけど都心に出勤をしてますので、うん、それがまあ、ほぼ週5で、うん、出勤してますので、行き距離がもう絶対。あ、まあそうっすよね。という感じでしたね。私多少遠くてもよかったんですけど、妻はそこをすごく気にしていました。はい、立地ですね。毎日だとね、そうですね。はい、っていう感じで、まあそんなに賃貸で住んでる場所から生活環境も変えない程度のエリアでっていう。その通りですね。はい、子供を保育園に通わせてるんですけど、保育園を転園しなくていいレベルでの移動です。なるほど、ありがとうございます。はい、というような感じが浦和さんの家購入物語みたいな。はい、そのだからローンの事前審査とかその契約とか、はい、そこら辺はもう段取りに乗って、まあ、言われたことを淡々とやるだけって感じでした。そうですね、なんか結構家を先に購入した同僚とかから脅されてたんですけど、ローン大変だよ、はい、意外にやってみたら、そうですね、段取りに乗ってやってたら終わったかなという感じではあ、そうですよね。言われたことを淡々とやるっていう言われたことを言われた資料を用意して言われた期日までに書いて出せばまあという感じではありました、はい、ただ飼い主さんの仕事って8割は決めるとこまでですよね。あ、そうですね。なんかもう決めて疲れ切っちゃったというかその 3,4 ヶ月やっぱずっと毎日もうひたすらネットでサイト見て あそこの物件も埋まっちゃったかなって気にしてる日々だったのでそっか、はい、そういう疲れ切っちゃう部分はありますね。そういうことですね、はい、そしたらなんかこう半年前とか1年前ぐらいの裏パパさんと同じような状況の人って世の中に何人かいると思ってて、なるほど家買うことに多少興味あるけど、はい、どうすっかなみたいな、なんかそういう人たちに向けてなんかアドバイスとかメッセージとか教訓とかがあれば教えてください。これ家探ししてる中で何回か同じような助言をいただいたんですけど、もう捨てられない、はい、どうしてもっていうものを3つとか決めたら、もうそれ以外にあまり振り回されるなとなるほど、はい、3つどうしてもこことこことここは譲れないっていうのは決めたら、あとはもうなんかその順位の問題だから、その3つが満たされるんであればもうあとは決断してしまえみたいなことを言われたことが何回かありまして、意味は違うんですけど似たようなことをですね。なので妻と私である程度条件を絞って、もうそれがとにかくそこにちゃんとこの物件が当てはまるかっていうのを見て、もう最後はエイヤーで正直決めた部分はあります。でもそういう探し方結構いいですね。あ、そうなんですね。なんか理想を探そうとすればもう果てしない旅になるけど、その3つのポイントを押さえてる物件を探すってなったら希望があるかなって感じ。そうですね、はい。なんかもう最後の最後までやっぱり迷ってしまうんですよね。なんかあそこの空き地次何建つのかなってとこまで考えてしまって、確かに、はい、そんな日々でした。ありがとうございます。はい。そしたらまたちょっと裏パパさんと別の動画撮りますが、一旦この辺で裏パパさんの自己紹介から裏を選んだ経緯から裏に家買ったお話をお聞きしました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。